デパートのライブパフォーマー、美容部員に近年男性スタッフが増えている。男性がメイクを提案することのメリットとは？やっぱり女性ですとその人の、主観が出てしまうので結構メイクが濃くなってしまったりするんですけど、男性の場合だと自分にメイクをしないので主観が入らないのでその方に合ったメイクが提案できるかなと。男性の目線っていうのはやっぱり女性は気になると思いますので、そういったところはすごくメリットとして高いんじゃないかなと思います。今日初めて男性美容部員の接客を受けたというこちらの女性は、すごい自然な感じに出来上がっていて、男性目線がこういうのかなっていうのをすごくいいです。いや、いいんじゃないですか。全ての職種に男女性、まあさらに言えばゲイの方が全部いるっていうのが一番いいと思いますから、その混ぜ混ぜ主義者から言わせていただくと。なんで全然何の問題もない、それなりの良さがあると思いますが、新宿の伊勢丹、私のなんていうんですかね、帰り道のルートの一つで、美容部員さんとお客さんがいっぱいいらっしゃいますよね。こうガーッとで階段ちょっと上がって中2階みたいなところにトイレがあって、そこから見渡せるんですよ、コスメの売り場が。そこからその伊勢丹の中の丘のような高台に立ってですねまあトイレの前なんですけどね、その美容部員の人たち、その見渡す限りの美容部員とお客さんを見るのが好きなんですよね。なんかモダンアートみたいなね、一番すごいモダンアートじゃないかって思うんですけど、バーってみんながメイクしてるっていうのは全部均質で同じ感じに。だから私個人が個人的に良しとする景色には男性のメイクの方入ってくるのはまだ異物感がありますあります。